さんご機嫌いかがですか。いよいよ全日本女子プロレス今年度の総決算の時を迎えております、東京の大田区体育館、これから1980年度の新人王と、それから 3AA の待望の王座決定戦が行われます。まず放送席、今日の解説者をご紹介いたしましょう。もう皆様よくご存知の佐藤昌一さんでございます。デニーの佐藤です。どうぞよろしく。よろしくお願いいたします。お願いします。それから今日は素晴らしいお客様をお迎えしております。もう数多くのヒット曲で皆様よくご存知の作曲家の鈴木邦彦先生でございます。どうぞよろしく。鈴木先生、今日はようこそ。六本木 のディスコでもね、審査をお願いしたり、ね、全日本女子プロレスとも非常に縁が深いんです。先生が全日本女子プロレスのテーマも作曲してくださって、そうですね、本当にありがとうございます。でももう生でみんな本当に初めてなんでね。そうですか。もう今日はよろしくお願いします。特にナンシーの大ファンでいらっしゃるそうで、そうなんですね。はい、今日は構いませんから、どんどん市場を交えて一つ、はい、応援してください。よろしくお願いいたします。それから今日は特別レポーターといたしまして、佐藤千乃選手に放送席に座っていただきました。よろしくお願いします。腰の方はいかがですか。だいぶ良くなりました。そうですか、はい、今日はねレポーターですから、はい、一つよろしくね。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。ということで、鈴木邦彦先生とそれから佐藤千乃選手に特別に放送席に座っていただきました。それでは試合の方をどうぞご注目ください。フジテレビ杯 3AA 世界シングル王座決定トーナメント準決勝、45分一本勝負を行います。赤コーナー 3AA 世界第2位ダイナミックジャガーズ所属150バンドジャッキー佐藤。青コーナー全日本チャンピオンダイナミックジャガーズ所属140バンド横田リーミーレフリーテリーシュ。これからリング上では3AA 世界王座決定戦の準決勝といたしまして、ジャッキー佐藤と横田リミの45分一本勝負が行われます。すでに A ブロックではナンシー組が決勝戦進出を決定しております。この試合の勝者がナンシーと晴れて 3AA の世界王座決定戦を争うことになっております。さあ試合が始まりました。横田とジャッキー、こういったカードもテレビでは大変珍しいですね。珍しいですね。はい、公式戦でもほとんど2人はですね、大きな試合でないと当たりませんしね。はい、タッグマッチではね、はい、何回かやったことがあるでしょうが、シングルマッチとしては本当に数えるほどしかないということを今日も横田リミは言っておりました。横田がですね、一番ジャッキーから大きな星を挙げたのは2年前のタッグリーグ戦ですね、はいはい、あの時にヤングペアでですね、当時のビューティーペアを破ってるんですね。そうでしたね。あれが大主君の星だったですね。はい、シングルではやはりこれまで横田はジャッキーに及びませんでしたからね。はいはい、横田とジャッキーの対戦であります、それにいたしましてもですね、最近の横田組の心境は本当に目覚ましいものがありますね。そうですね。ご覧ください、非常に速い動きとなりまして、ジャッキーの推定打ちを見事にかわしました。ジャッキーと横田組選手の対戦であります。相手の動きが速いだけに横田リミ選手としてもね、ジャッキーとしてもなかなか思うような自分のペースに相手を入れることができません。ご覧ください、さあっと今地獄固めに行きました。パッケージホールドに行っております。横田に今日ちょっと私も作戦なんかを聞いてみたんですけども、やはりジャッキー選手は大技をね連発してくるんで、迫力はなかなか正面から行ったんじゃ、自分もやられてしまうと。ですからその大技をまとめないように自分の動きと、それから小さな技を出してですね、うまくペースを作っていきたいということを言ってましたね。そうでしょうね。大技の連発になるとやはりジャッキーの方が一つの強がありますからね、はい、そういう大技を出させないということでしょうね。そうでしょうね。そのためには本来のやはり素早い動きというんでしょうか、はい、これが必要になってきましょうね。それが彼女の持ち味ですからね。はいはい、だからジャッキーに攻撃されるとそのスピードが殺されますんでね、だからもう大技を食わないことですね、横田には。はい、
鈴木先生、ラッキーのこういった、はいはい、試合ぶりを、近くで見るのも初めてなんですか。そうです、初めてなんですけどね、なんか迫力に圧倒されますね。そうですか。ジャッキー佐藤の魅力なんていうものは、作曲家の目からご覧になってどういうところなんでしょうね。あの人は、はい、やっぱり大ヒット出しましたよね。はい何やらしても上手いんじゃないかなと思います ね。でもジャッキーばっかりじゃなくてね、もうどんどん新しいのが出てきてますね。はいはい、現にね、そういった意味では今や全日本女子プロレスはもう戦国時代ですからね。そうですね、はい、彼が王座についても決して不思議ではありません。さあここまで佐藤千乃選手、この試合どういうふうにご覧になってますか。リーちゃんの動きやっぱりいいですね、すごく、はい、もう最高の動きじゃないですか。そうですか、でもう本当爆弾娘って感じですね。なるほどね、何も怖いものはない。佐藤千乃選手も何度か横田里美選手と対戦してるんですけどもね、それにしても最近大きく成長して今伸びに乗ってますね。はい、怪我が少ないからもう一番それがそうかそうかいいことじゃないですか、はい。どちらかというとちょっと怪我が多い佐藤千乃選手にとっては羨ましいところでしょうね。それでもね、最近ちょっと腰を痛めてるんだってこと言ってましたよ、横田里美選手は。ね、ちょっと腰が痛いそうですけど、でもそんなの大したことないって感じですね。はいはい、目つきがいいですね。目つきがいい、はい、横田ね、そうなんですよね。とにかく格闘技の高い性格、動きを持っております横田里美選手であります。今日はジャッキーとここまで四つにわたるといいますか、むしろ優勢に試合を進めております。ネイサスさん、そうですね、やはり自分の体に自信があるからこそできることですね。はい、怪我が多いとね、なかなかそういう思い切った技はできないもんですね。昨日はこの体育館にお父さんお母さんお見えになってましたがね、今日は来るな、来ないでいいと横田純選手がお願いしたそうですよ。むしろ固くなるんで、しかしあるいは会場のどこかがこの横田純選手の試合ぶりを見ているかも分かりません。あ、今どうしたんですか。指先攻撃やってるんですね。そうですか、もう手段を選ばないという感じですね。あ、今度は噛みついてますね。なるほど、指でね、指攻撃であります。これはちょっとジャッキーとしてもたまりません。ジャッキーちょっとピンチになりました。あれはかなり痛いはず。あ、そうでしょうね。最初にやったのが、はい、私が横田選手にやったんです。そうですか。実際に試合をやっている佐藤千乃選手としてはね、本当に痛さまでよくわかるでしょう。かなり痛いです。盛んに小田を使って、なるほど、自分のペースで試合をやっているようですね。横田里美選手巻き投げに行きました。しっかりと腕を取りました。おかずに試合を挑んでおります今日の横田里美選手であります。まあ、横田ファンというのも最近多くなっているんですけどもね、はい、さすがにジャッキーとの対戦になりますと、やはりジャッキー、ジャッキーという声援がひときわ大きいようであります。大田区体育館、まあ、その辺のね、声援のハンデをどういうふうに乗り切るかっていうのが一つのポイントなんですね、はいはい、横田にとってはね。今度はジャッキーの荒技。しかしジャッキーは相当に肩を痛めたようなんですけども、横田里美選手も下に落っこちましたね。今のは相打ちでしょうか。まあ、あのまま放っておくとですね、やはりジャッキーはもう劣勢ですからね、はい、ここで反撃の目を掴んでこないことには。そうですよね、嬉しいですよ。今放送席の前をゆっくりと追っております。横田待ち構えているジャッキー。3WA の世界王座決定戦準決勝であります。どちらが勝ちましても一試合おきましてね、はい、また対戦ということになりますがね。そうですね、まあ、いや取り組みに苦しい点はありますけど、ねはい、そういったこと言ってる場合じゃありませんからね。先ほどもお伝えいたしましたように、すでに A ブロックではナンシー・クリ選手が勝ち残りまして決勝進出を決定しております。B グループではジャッキーと横田里美ともにこの試合に勝ちますと決勝進出であります。ジャッキーはマミックマノを破り、そして横田里美はイルマ・ゴンザレスを破る登場であります。さあ93号が出ました。フライングクロスショップからどうか、ジャッキー受け止めました。ジャッキー受け止めました。今度はジャッキーの攻撃であります。ロープにジャッキーが振ってどういったクロスショップ、
押し倒しましたジャッキーであります。そして今度はブレンバスターの体勢、ナイフ、強烈なブレンバスターであります。バックを取った、どういった、そのまま落としました、上から行ってカウントが入りました。テレビレフリーのカウントはワンであります。ああいった畳み掛けがそのジャッキーの持ち味で ね、 でね、逆に、怖さなんですね。はい、一旦自分のペースになりました。実に迫力があります。さあ今度はパッケージホールド、これもかわしました。さあジャッキーでしょうか、横田でしょうか、逆さを抑え込み、これもガッチライト、危なかったジャッキー、危なかったですね、危なかったですね。今のはカウントついていきました。一瞬の逆さを抑え込み、太郎を打ちしたかジャッキーであります。今日はしかしあのナンシーがですね、モンスターリーパーに準決勝で勝ちましてね、決勝進出を果たしたわけですね。昨日のあのナンシーはやはり全日本で横田に負けた悔しさってのは全部出た感じですね。あ、そうですね、もうモンスターさんの気迫がみなぎってましたからね。この予選が後に始まった時にはですね、はい、まあ当然優勝決定戦はジャッキーかモンスターリッパーと、こういう風に見られたんですけども、早くもその一発ね、モンスターリッパーを消していくだけに、この試合も本当に予断は許されませんね。全くその通りですね、はい。まあ、様変わりっていうんですか、やはり、あの戦国時代下国上っていう感じがしますからね、はいはい。今日は特別ゲストにといたしまして、作曲家の鈴木邦彦先生をお迎えしておりますが、鈴木先生もおっしゃってましたね、本当にもう全日本女子プロレスジャッキーだけじゃなくなりました、いろんな選手が次々に輩出してまいりました。盛んにジャッキー、ジャッキーという声援を受けております。しかし今日は一回り一回り大きく成長いたしました横田理美が相手であります。横田理美としては2日間で2冠を狙って野心満々の登場であります。おっと、フォーク攻撃であります。今度はどうするか、逆に乗ってバックブリーカー、これは強烈、横田危ない、横田懸命のブリッジ。さあジャッキーのリズム感な攻撃が出てまいりました。今度はトップロップ、あっとロープに足が当たった横田リミ、ダイナミックなジャッキーの大技が連発であります。これはうまい、アニーバスに行きましたジャッキーであります。足を狙ってくる横田リミ、逆を突かれました。さあカウントが入りましてワンであります。あー、また足を持った、また足を持った、しかしレディースターズにさっと行きましたジャッキー、この辺はうまいところであります。必要にジャッキーの足を狙ってまいります横田リミ。ジャッキー佐藤はさっとボディースターズに行きました。今度は横田リミが悲鳴を上げる番であります。虚虚実実ですね佐藤さん、あのどっちもこう優勢が続かないんですよね、はいはい。まず五分と五分、ここまで五分と五分、まもなく20分を経過しようとしております。さあ後ろから羽い締めに行きましたジャッキーです。バックを取っておりますジャッキー、さあどうするか、なんとかのようという、横田足を取った、横田足を取った、悲鳴が聞こえます。放送席の後ろ、ジャッキーファンから悲鳴が上がっております。最後の足を取りました横田リミ。さあ今度はどういくでしょうか、ロープに乗っていきまして、強烈、今のはあのちょっと歯なんか危ないですねジャッキー、ね、顔面の攻め、危ない、歯の落球でちょっと苦しいジャッキーであります。まともに攻められております。今度は人間風車大技のタックレース、横田に絶好のチャンス、バントが入って危ない、ジャッキー2度目の大ピンチ、カウント2でした。今度はコブラツイスト、横田リミ選手あっぱれ、堂々と渡り合っております。むしろ優勢の試合を進めている横田リミ選手であります。あ、ジャッキークリスト上体を折り曲げております、エビのように折り曲げております。またリミネスの下へ行きました。さあ決まった、ホームの体勢危ない、リミネスに危ないジャッキー大ピンチであります。さあまた行った、アクトバッケージホールドスコップがダメ、これまたかろうじて逃れました、ピンチの連続ジャッキー。さあジャッキー反撃、ジャッキー反撃、ようやく反撃に過ぎましたジャッキーであります。いやージャッキーキック出た、
しの反撃であります。さあ豪快なセンバスターの体勢からバックブリーカーカウントカウント2でブリッジ、横田も頑張る、面白い試合になりました。さあまたブレンバスターです。今度は決まるかジャッキーカーカウント2であります。横田のブリッジには提供があります。そう展開するジャッキー横田、ドローバックドロップ上から行って今度は決まるか、またダメ、またダメであります。佐藤千代選手本当に面白いですね。もうゴブゴブですね、まさにゴブゴブ。カウントはそのまま攻め続け、いい試合です。まさに死といい試合であります。素晴らしい試合を展開です。今度はブレンバスター横田のお返しカウントが入った、カウント1であります。いや最近まれに見る好試合を展開しております。脇に湧く大滝体育館、全く分かりませんね、これどっちがどうなるのか。横田満塁に来ました、横田満塁、さあギブアップかどうか、ギブアップか、万事万事がっちりと入っている。まさに独自であります。横田の成長がまだまだと見られます。さあ上から行ったジャッキー、両手でしっかりとロープを使いました、かろうじてかわしました。素晴らしい試合を展開しております。ジャッキーと横田、今度はジャッキーの地獄固め、これはダメ。さあジャッキーが横田をロープに引くか、どういくか、ネックブリーカードロップ、フライングネックブリーカー、綺麗に決まっております。さあまたジャッキーいくか、今度は CK1 バシッと入ってジャッキー結果、これは完全にジャッキーのペースで大外に逃げた、場外に逃れました。さあ横田リミ選手場外に落ちました、追っていったジャッキーであります。パンチ攻撃、攻撃残っている、深追いしております。横田リミ今度はジャッキーに反撃、さあカウントがついている。このまま行きますと両者場外カウントアウトになります。今カウント12-13であります。カウント14、さあ横田組が上がるか、ジャッキーが足を持っている、ジャッキーが足を持っている、上がらせません。今度はジャッキーの振り手をかけた、カウントはどうか、カウントはどうか、さあゴングの要請、両者場外カウントアウト。これは佐藤さんどういうことになるんですか。あのね、やはりこれ決着つけながらなりませんからね、はい、あのどういう裁定が出るかちょっとあの決定はないと言われておりますが、しかしこれは準決勝でしてね。そうです、あの次の決勝戦が控えてますだけにね、はい、判定かあるいはまた延長になりますか。上田晋司コミッショナーの判定はどうでしょうか。最後はしかし本当にもう両者ね、力の限りを尽くしました。ジャッキーかあるいは横田リミか、今照井レフリーが言っております。判定でしょうか。松永審判部長も今本部席に姿を現しました。決定戦 B グループの準決勝、ジャッキーとそして横田組時間いっぱい戦いました。しかし両者場外カウントアウト、改めて5分間の延長であります。あーっと横田組素晴らしい動きであります。横田組素晴らしい動きであります。ジャッキーか横田か、場内熱狂の留守も本当に佐藤さん予断が許しません。面白いですね、面白いですね。これはもう両方とも勝ちにしたい感じもするんですけどね。はい、すでにナンシー組が A ブロック優勝決定戦進出を決定しております。今日は優勝決定戦進出をかけました B グループの準決勝であります。勝った方がこの後ナンシーと対戦するわけであります。しかしもうこの一戦に両者主力を作ってますんでね、全力を使い果たすという感じもあります。
まあ、両選手の気持ちの中にはこの後の試合はありませんね。ありませんね、はい、あもうともかくこれを勝たないことには、ね、全く意味ありませんからね。勝つしかありませんね、はい、いや面白い試合になりました。佐藤千野選手、はい、どうですかこの5分間の延長。これは横田選手有利ですね。横田選手有利、なるほど、動きがすごくいいですね。あそうですか、ジャッキーでしょうか横田でしょうか。それにいたしますが、あの佐藤千野選手ね、はい、横田の成長は大きいですね。怖いもの知らずですからね、はい、もうとにかく勝ったら儲けもんだっていう考えが先に立ってますからね。ですからそういったあの捨て身の気持ちで言ってるだけに、はい、大きな試合になると強いんですね。そうですね。なお今あの場内アナウンスの中にですね、はい、5分間の延長で決着がつけなければ完璧という ね、 うね、ありましたけど、ね、場内放送がありましたね、はい、そういった意味でもここはですね、はい、あの判定になれば横田美選手のところ優勢ですね、かなりねあのポイント稼いでる感じですからね、はい、4の字が、ジャッキーは姿勢一方であります。延長戦に入って姿勢一方、しかも足の上に当たりました。大田区体育館大変です。ジャッキージャッキーという声援、まあ、リング中央ですからね、これはかなり、ジャッキー果たして耐えられるか、耐えられるか、絶好のポジションです。場所がいいですからね。いいですね、これちょっとローリングしてですね、はい、ロープへでも行かなきゃダメなんですけどね。なんとか逃れたいですね。しかし逃れたにしてもですね、はい、5分間の延長も時間がありませんもんね。そうなんですよね、ジャッキーピンチであります。もうダッシュするしかないんですけどね、はい、はい、今放送席からは背中が見えております。横田にうっすらと汗をかいております。さあっとジャッキー逃れました。ジャッキー逃れた。さあしかし依然として横田の構成、あっとジャッキー必死、今度はボディシャーズがっちりと借りました。動きの速さでは決して負けません横田に。さあジャッキーどうするか。あっと今度は足、足を挟まれました。一方的、横田美選手一方的。さあラスト1分になった。ジャッキーラスト1分、ラスト1分で決められるかどうか。ジャッキーさあ CK 打ち、今度はドロップキック。そしてどうでしょうか、大和がブレンバスターであった。あっとバックブリーカー、そして連打の高騰がバックドロップ。大和田連発ジャッキーであります。そしてさあどうか、ボストンクラブに入ったどうか、ギブアップか、ギブアップか、あと15秒であります。ギブアップか、ギブアップか、どうか、捉えるか、捉えるか、捉えるか、時間がない、時間がない、時間がない、懸命に捉えた、捉えた、どうか、これで5分間の延長時間が切れました。5分間の延長時間、前半は圧倒的横田凛美、終盤あと1分で今度はジャッキー佐藤真価を発揮。佐藤千野選手どうですか。全くわからないですね。全くわかりませんね。ごくごくですよ、ジャッキーか、佐藤選手は判定はジャッキー、判定はジャッキー、最後の1分の猛攻が功を奏しました。しかし横田としても敗れて悔いなし。まあ敗れてませんからね、こういう感じでね、安定ですもんね、はい、一歩もジャッキー相手に後に引きませんでした。横田凛美、誠に大きな成長を見せました。